コンサル、IT、商社などさまざまな業界の企業が参加する就活イベント Meets Company。 採用人事と直接話せるため、たった数時間で複数の業界を深く知ることができます。詳しくは概要欄をご覧ください。社内用語として仕事巻き取るっていう用語があってですね、自分の仕事終わっても人の仕事を巻き取るっていうのが良しとされてる文化だったので、さすがだからこそ成長してるんだなっていうのは感じますね。大変だったことや辛かったことありますか？まあ、さっきお話したように、特に自分は多様テクライアントを担当してたので、だらだら仕事して遅いんではなくて、トイレもあんまりゆっくり行けないノリで結構忙しかったので、これくらいのスピード感とか密度で仕事してたらそれは成長するわなっていうのはすごく感じた、まあ、大変だったし感じたところと、あとですね、これは栽培生徒に限らないかもしれないんですが、まあ、ネット広告予算っていうのは結構数千万とか数億円っていう予算を預かっていたので、例えば配信ミスとかしちゃうとですね、すぐ補填とかあるんですよね、クライアントに対して。なので結構その損害賠償じゃないですけど、補填しなきゃいけないっていうミスをするとまずいっていう状況の中で、まあ、自分も入社して3ヶ月目で多様テクライアントの予算を数千万とか数億円を預けられてたので、そんなにきっちりした研修があるわけじゃない中で、よく3ヶ月目の新人に数千万任せるなみたいなところで、正直ヒヤヒヤしながら仕事していたっていうのはちょっとありましたね。ミスったこととかないんですか？まあぶっちゃけゼロではないですね。なので本当にもう死のうかなと思いましたね。そんな額なんですか？その自分がミスった金額はそこまでの額じゃなかったので、まあ良かったっていうところはあるんですが、週間でまあ大体3000万円くらいを予算運用してたので、ちょっと配信ミスとかするとこちらの責任になるじゃないですか。なのでそのプレッシャー自体はすごく高かったですね。他の方がやばいミスして、そこからもう出世できないとかってやっぱりあったりするんですか？やっぱりチャレンジする人、失敗する人に対しては寛容であろうっていうバリューみたいなのもあるので、そういうことにおいてノーってことはないです。ただルール、チームワークをおろそかにするとか、そういう方の方がどっちかっていうとペナルティじゃないんですけど、厳しいイメージもありましたね。面接では就活生のどんなところを見てますか？ベースの能力っていうのは他の大手企業と変わらず能力値って絶対見られると思うんです。それ以外で言うと、まあ、栽培ジェントの特徴的なところとしては、素直でいいやつかって先ほどのコンセプトと、仕事を通してのコミットメントや成長したいっていう意欲が高いかどうか、この2点が、まあ、主に見られてるんだろうなってのは思いましたと。でその中で具体的な面接の中では、個人主義よりもチームワーク主義かどうかみたいなところは見られてるかなという印象があります。栽培ジェントってやっぱり個人力で勝つというよりは、あくまでチームで勝つっていうことを大事にしてるので、そこはすごく重視されて見られてるポイントなのかなっていうのは1個あるのと、あとはですね、2つ目として場を盛り上げる力というかコミュニケーション能力みたいなのは結構見られてるなっていう印象があってですね、というのもやっぱりネット広告代理店全般そうかもしれないんですけど、クライアントがナショナルクライアントでマーケティング担当なので、結構賢いしロジカルな方で淡々としたクールな人多いんですよ。しかもネット広告代理店ビジネスって仲介ビジネスで商材としての差別化はないので、そうすると人で売っていくというか、自分が懐に入り込んで可愛がられるかっていうのは結構大事なので、そこの力ってのは見られてるなってのは思いました。最後3つ目としては、物事に対して前向きなスタンスがあるかどうかみたいなところは結構見られてると思ってます。でこれも、まあ、ネット広告代理店全般そうかもしれないけど、割とハードワークでかつタフな仕事だったり、瞬間瞬間理不尽なことあるので、そうした時に他責や悲観的にならないで自責で前向きにいられるかみたいなスタンスは結構見られてるなって印象ですね。ちなみに個人戦より団体戦っていうイメージってことは、はいはい、学生時代の部活とかで団体競技やってた人の方が、そうですね、そうですね、いいとかもあるんですか？まあ、特性としてはその方がチームワークって育まれやすいってのもあるんでしょうし、チームワークのスポーツをやってたけれども、その中で一匹狼とか、いや俺はみたいな、こいつは使えないっすよみたいなノリだと即落とされるとかですね。サイバーエージェントでの面接スタイルはどうでしたか？自分は第二新卒で中途入社なので、ちょっと新卒についての今は分からないところがあるので申し訳ないんですけども、自分の場合は3回面接がありまして、まあ、1次が人事で、2次が人事マネージャー、3次が最終面接が役員面接でした。人事の最初の面談はカジュアル面談みたいな感じで、すごくざっくばらんな感じだったりとか、よく面接聞かれるような、自分の場合転職なんで転職理由とか志望動機とか、将来どういうことやっていきたいのかとか、どんな成果出してきたのかみたいな一般的な質問だったんですけども、結構特徴的なのが、2次の人事責任者の方が、まあ、圧迫面接というか、一切笑わないしリアクションもない、うなずきも相槌もあんまりないみたいな感じで、これちょっと怖いなみたいな、多分栽培ジェントのカルチャーのイメージからすると真逆じゃないですか。だから結構ビビるんですけれども、そこに同時ずにですね、場を自分で盛り上げていく力って、さっきお話したような感じでマイペースにですね、空気を作ったりとか、まあ、自分が主張するべきポイントとかアピールしたいところはちゃんと主張していくみたいなことをやりきるみたいなところを結構求められてるんだなってのはすごくありましたね。面接でよく聞かれる質問はありますか？面接でよく聞かれるというよりは、
は最終面接でかなり印象的だったなっていう質問だったんですけれども、当時常務の役員の方が最終面接で結構迫力のある方だったんですが、いろいろ自分がアピールした後に、まあ、分かったと、君がこういうことをやりたくてこれまで頑張ってきたし今後も頑張っていきたいんだねってのは分かったんだけれども、逆にうちが採用するメリットって何なのみたいな結構突っ込んだことを言われまして、うん、結構やっぱりこの業界とかベンチャーっていうのはすごく大変なこともあってみんな頑張ってやってるんだと、でその中で自分がやりたいことをやれるのは素晴らしいと思うけれども、そんな甘いもんではないよと、入社した後にやりたいこともしやれないかったらどうすんのみたいな、それまでちゃんと志望理由とかアピールしてきたのに真逆的な意地悪な質問をされたんですね。その時にやっぱり素直でいいやつ、チームワーク主義だっていうことは自分の中では頭にあったので、まあ、それだけではないんですけど、それに対しては素直に前向きに変化を楽しんでいきたいと思いますと言ったらですね、ニヤッとされて握手をされて内定をもらえたということがあったので、やっぱり素直で柔軟ないいやつかっていうのはすごく見られてるポイントなのかなとは思ったところですね。対応力がすごいですね。まあ元々リクルートで転職支援さん得意だっていうのもあったんですけど、サイバーエージェントさんのおすすめの就活対策を教えてください。ちょっと質問とそれるかもしれないんですけども、対策というよりはある意味で文化カルチャーがめちゃめちゃ強い会社だと思うんで、合うか合わないかがめちゃめちゃはっきりしてると思うんですよ。なのでちゃんと合うかどうかを見定めるっていう準備をした方がいいんじゃないかなと思ってまして、そういう意味ではちょっと月並みなんですけれども、ものすごく社員の方に OB 訪問しまくるのがいいのかなと思ってます。でそうするとこの人と一緒に働く感じ自分あるかなみたいな、この人の輪の中で馴染めるかなみたいなことは結構見た方がいいんじゃないかなと。ちなみに自分馴染めなかったタイプですと、はい、正直言うと。なんか2年で辞めたの。あ、そうです、はい、お恥ずかしながら、はい、全然脱落者なんですけれども、なので何十人も例えば可能な範囲社員の方と会ってですね、カルチャー的にもこの人うちと合いそうじゃんって思ってもらったらですね、結構人事に推薦してくれたりとか、そういうことは柔軟にやってくれるようなカルチャーの方々ばっかりなので、そういったところをですね意識してたくさんの社員の方に会うといいんじゃないかなと思います。ということで今回はサイバーエージェント内部事情でした。ありがとうございました。ありがとうございました。